皆さんこんにちは。8月29日土曜日、午前10時から午後1時まで、四谷にて野球好きのための TOEIC学習セミナーというのを開催します。これがポイントは野球が好きっていうところなんですね。もちろん野球が好きで英語も好きな方はもちろん結構ですし、どちらかというと英語は苦手だけど野球は人一倍好きだという方にぜひお越しいただきたいセミナーです。なぜかというとですね、野球に入っている、フレーズとか野球用語っていうのがありますよね。例えば指名打者を DH と言いますけども、その D っていうのは何なのかというとデジグネイテッド、指名されたとか指定されたっていう意味なんですね。で、このデジグネイトという指定するという単語、実は TOEIC でも重要なんですね。例えば、喫煙は、TOEIC には喫煙出ないですけども、喫煙は指定の場所でっていう場合の指定の場所、あれデジグネイテッドっていうのを使うんですよね。こういった形で、野球は好きなんだけど英語はちょっとという方はですね、ぜひお越しいただければ、その野球の知識を応用してそのまま英語力を高めるということができます。これは単語力、それから文法力も実は、応用できるんですね。そして野球を使った、野球関係の内容を使ったリスニング、リーディング、これによって、普段英語だけでやろうとするとどうしてもモチベーション上がらないという方はですね、ぜひ大好きな野球を絡めていただければと思います。で、今回は、もう一人の講師に、読売ジャイアンツ桑田真澄投手のモノマネをされている桑田真澄さんを、もう一人の講師にお呼びしています。桑田さん、メッセージをお願いします。どうぞ。はい、どうも、ただいま早川先生からご紹介に預かりました桑田真澄と申します。今回初めて、早川先生と一緒にTOEICの講座をさせていただきたいと思います。僕は一応キャラ的に野球に関する単語から発生してTOEICの対策になるようなネタを持っていこうと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。また僕の出している英単語の覚え方の本、こちらも元にどんどん当日いろんな単語を覚えて帰ってもらえたらなと思っております。どうぞ当日よろしくお願いいたします。はい、桑田さん、ジャイアンツのユニフォームではなくて桑田投手がアメリカで活躍している時のパイレーツの、ユニフォームを着ていらっしゃいましたね。私もですね、ニックネーム J と言いますので、こちらブルージェイズの、ユニフォームではないですけどね、 T シャツを着てセミナーさせていただく予定です。専門用語からそれを派生させて TOEIC 学習に生かしてしまおうというセミナーになっていますので、当日会場でお会いできるのを楽しみにしています。